ずっと待っていたよ、この時を。さあ、やろう。僕が入団したのは、いや、入ったと見せかけたのは、まさにこの時のため。もうこんなもの必要ない。これでもう仲間割れじゃないから、遠慮なくやれるだろう。なるほど、団員じゃないなら話せるな。俺はお前と戦えない。というより戦うに値しないと言っておくか。それって僕への挑発？それとも時間を稼いでその間に僕の念能力を盗もうってわけ？他人の念能力を盗み、自在に自らの能力として操ることができるスキルハンター、特質系だったよね。さあ、もうそんなにじらさないでおくれよ。早くやろう。挑発などではない、真実だ。奴にジャッジメントチェーンなる鎖を心臓に刺されて、俺はもう念能力を全く使えないんだ。面白くもない冗談に付き合うつもりはないよ。その秘めた能力は無限にして絶対かつ唯一無二の男、それが僕のターゲット。どっちにしろ僕はもう止まらない。せっかく楽しみにしてたデートも台無しだ。